埼玉県道、群馬県道83号、熊谷立林線。埼玉県道、群馬県道83号、熊谷立林線。埼玉県道、群馬県道83号、熊谷立林線は、埼玉県熊谷市から、群馬県立林市に至る、県道、主要地方道である。埼玉県熊谷市つくばの国道17号交点から、 群馬県館林市青柳町の国道122号交点に至る埼玉県北部の主要都市である熊谷市と群馬県東部の主要都市である館林市を直結させる唯一の路線であるしかし、口日の通り県境で道路が分断されていて自動車での通過が不能なため埼玉県内の総延長は7444メートル M である 埼玉県道59号、ハブメヌバ線との重複区間を除く。熊谷市筑波の国道17号並びに、埼玉県道91号、熊谷停車場線との交点である筑波交差点を起点とし、末広交差点で、埼玉県道128号、熊谷ハブ線と六サロの交差点で分岐する。かつて、熊谷市街市内には、旧道があった。詳細は、 当日が1988年昭和63年の埼玉博開催に合わせ熊谷駅から会場の入り口まで直結させる通りとして1987年3月に開通したルートが県道指定され埼玉博の閉幕後埼玉博通りという愛称が指定された2018年に熊谷停車場線から続く駅からのルートがラグビーロードに解消 この区間は都市計画道路の指定がされており、起点から北大通りまでが3.4、2熊谷駅通線、熊谷停車場線から連続して指定、北大通りから熊谷ハブ線との分岐点までが3.3、4熊谷で2号線、熊谷ハブ線新道の計画路線、熊谷ハブ線の分岐点から、熊谷バイパスまでが3.4、28、福祉センター通線となっている。 国道17号、熊谷バイパスと交差する、小江塚交差点の前後は、渋滞が起きていた。このため、立体交差か、柿沼小江塚立体され、熊谷バイパスの本線は、小江塚交差点をスルーするようになったため、熊谷立林線側の信号待ち時間が少なく、なって、スムーズに通行できるようになり、同交差点における渋滞が、ほぼ解消された。 熊谷バイパスを越えると、郊外地域となる。約1キロメートルほどの間、歩道に、並木道が整備されている。並木道を越えると、都市の交差点となり、熊谷スポーツ文化公園の入り口となっている。さらに先は、田園地帯の間を抜け、集落、中城地区。字は今井及び上、中城となる。集落を進むと、上中城交差点となる。 上中城交差点の左折方向が、熊谷立林線となる。さらに、田園地帯を抜けると、一旦、行田市に入って、次の集落、北河原の地区になる。ここで、県道59号、羽生目沼線と合流し、一旦、熊谷立林線の案内が消失する。さらに進むと、再び、熊谷市内、旧目沼町に入り、埼玉県区間最後の集落。 葛和田地区になる。県道59号、ハブメヌ馬線を分岐し、再び単独区間となると、集落の突き当たりが、利根川の堤防になる。堤防を越え、河川敷の葛和田サッカー場、選抜高校女子サッカー大会会場を横に見て、進んだ突き当たりが、都各区間の起点、乗船場であり、埼玉県側の共用区間の終点である。 埼玉県と群馬県の県境である利根川においては、加強されておらず、赤岩都線による都各間となっており、群馬県営で千代田町に委託する形で運営されている。自動車の場合には、近隣の刀水橋、または武蔵大橋、利根大関へ迂回する必要がある。利根川の左岸から群馬県側の路線が始まるとすぐに、千代田町の中心部になる。 その先は、田園地帯を進む。倉掛工業団地の南をかすめ、埼玉県内区間、熊谷市の田園地帯を圧倒するほどの広大な、電園帯を抜け、終点である、立林市青柳町の国道122号との、青柳交差点となる。未事業家、都各間に新橋を架橋することにより、直接的、間接的を含め恩恵を受ける、市長。 埼玉県熊谷市、行田市、深谷市、群馬県大田市、館林市、明和町、千代田町、大泉町,大浦町、大浦町、栃木県足利市で構成される、利根川新橋建設促進規制同盟会,会、会長、熊谷市長による話し合いと両県への働きかけを行っている。市民有志による利根川新橋をかける市民の会も設立されている。 群馬県より発表されている、羽畑、群馬、県土整備管理、オーラ地域プランでは、近年、利根川の新橋整備、赤岩について記述がされており、2018から2027年版、2018年3月、では、2027年までに着手予定の一覧に、記載されているが、全版である、2013から2022への、掲載事業であり、 2022年度までに着手予定との注釈が明記された。なお、あくまで事業着手予定であり、着工や開通予定はまだ示されていない。事業中、埼玉県の道路事業に関する評価基準で、主要地方道熊谷縦林線として、熊谷市内の西環状区間が重点整備箇所に指定されている。これは、熊谷市が計画し、 県が整備を進めている都市計画道路、熊谷西環状線を指す。これは国道17号本線深谷市方面と国道407号目沼バイパス、大田市方面間を短絡するルートであり、熊谷竹林宣言道とは接続されないが、建設に先駆けて2012年11月に熊谷市新島 小江塚間の西環状線国道407号、重複から国道17号、熊谷バイパス、重複から、原道、小江塚交差点に至るルートを、同熊谷縦林線の新しい経路、新 B として告示されており、開通の暁には、現在の起点、熊谷バイパス間の原道、熊谷ハブ線との重複区間を除くを、熊谷市道に格下げし、 熊谷西環状線が、県道熊谷縦林線の本線になる予定になっている。熊谷市新島の国道17号に、熊谷市道、宮の塚古墳通り、愛称が接続する現在 T 字路の新島、北交差点を起点とし、宮の塚古墳通りを延伸する形で、田園地帯に振動を通し、途中からは既存の指導を克服する形で、途中熊谷市スポーツ文化村、 熊ピア、元熊谷市立女子高等学校前を通り、国道407号に架かる、大旗歩道橋の交差点を終点とする、対面2車線の道路。熊谷西環状線の開通により、熊谷東松山道路支線、宮野塚古墳通りと一体化し、関越自動車道東松山 IC、東松山市西部、なが川町、国営武蔵川岡領森林公園。 国道140号、熊谷運動公園、国道17号、国道407号、目沼、大田市方面を結ぶ新ルートが成立し、国道17号、国道407号、国道140号が交わる熊谷警察署前、交差点の渋滞緩和効果が期待されている。また、ラグビーワールドカップ2019開催時のシャトルバス運行ルートの一つ、 熊谷運動公園駐車場、熊谷市スポーツ文化村、熊ピア、熊谷ラグビー場としても活用する予定。旧道は、熊谷市、本町の国道17号交点、熊谷市役所入口交差点を起点とし、市役所通り、北大通り、箱田通りと相性のついたルートをたどって、国道17号、熊谷バイパスの小江塚交差点の手前約160。 メートル点で、県道に合流する。箱田通りは、商店街で、中央線のない、狭い通りとなっており、道通りを抜けると中央線はあるものの、振動放流までの区間には、歩道が整備されていなかった上、路線バスも通過していた。2004年9月、埼玉博に合わせて整備された、埼玉博通りのルートに、県道の経路を変更した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。